作動薬は、アドレナリン作動性神経を刺激した時と同様の作動を示す薬物。多くの場合は、交換神経系シナプスに作動するため、これらは、交換神経作動薬とも呼ばれる。アドレナリン作動薬としては、生体カテコールアミンと人工的に合成されたものがあるが、これらは作動の発現方式によって分けられる。作動の発言様式としては、 直接作動型アドレナリン受容体に直接作動する、モノ関節作動型アドレナリン作動性神経のシナプス症法に作動して、神経伝達物質であるノルアドレナリンを放出させ、交換神経の作動を更新させるもの上2社の混合型の3種類がある。また、受容体への直接作動型については、さらに標的となる受容体に応じて細かく分類される。現在、 アドレナリン受容体としては、α1.2、β1 から3の5つのサブタイプが識別されているが、これらの核、サブタイプに特異的に作動するものと、非選択的にすべてのサブタイプに作動するものがある。詳細は、カテコールアミンを、参照アドレナリンノルアドレナリンドーパミン、イソプロテルノールカテコールアミンの構造式。カテコールアミンとは、受容体に直接作動する。 代表的な物質である。これらは非選択的なアドレナリン受容体作動薬として働く。生理的に神経伝達物質として使われているものとしてはアドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミンがある。また人工的なものとしてはイソプロテレノールなどがある。アドレナリンは各受容体に等しく作動し、共振、小圧、気管視拡張、賛同、 血糖上昇の核作動を発揮する。臨床的には、心停止時に用いたり、アナフィラキシーショック、排血症に対する血管収縮薬や、気管支全速発射時の気管支拡張、痙攣抑制薬として用いられる。ノルアドレナリンは、アルファー及び、ベータ1需要体には作動するが、ベータ2需要体への作動は弱い。従って、昇圧作動が強いことから、 急性低血圧やショック時の昇圧剤として、皮下注射あるいは静脈内持続投与により使用される。ドーパミンは、ノルアドレナリンの専具体であり、アルファ、ベータ受容体のほか、ドーパミンに特異的な D1、D2 受容体に対しても作動する。D1 受容体は腎臓など内臓血管の平なめ筋に分布しており、キャンプ濃度を上昇させて、筋を弛緩させることから、 内臓血流増加及び利尿作動を持つ。したがって、血圧上昇作動がある一方で、乏ぼし尿や脈圧、脈拍数の変化などの悪影響が出現しにくい、ことから、他のカテコラミンよりも副作動が弱く、特に中容量ドーパミンは、昇圧剤として汎用される。α1 作動薬ひらなめ筋収縮作動が強い、ことから、持続的血管収縮による、昇圧薬、 あるいは局所投与による血管収縮薬として使用される。小圧薬としてはフェニレフリン、血管収縮薬としてはナファゾリンなどが使用される。α2 作動薬中枢、α2 受容体刺激により、交換神経節前繊維の興奮を抑制し、また節後繊維シナプス全膜からのノルアドレナリンの分泌を抑制することにより、血圧を低下させることから、 中枢性高圧薬として使用される。クロニジンなどがある。ベータ1作動薬心臓に主に存在し、心筋のベータ1受容体に作用して収縮力を増強する。ドブタミンなどがある。ベータ2作動薬詳細は、交換神経、ベータ2受容体作動薬を参照ベータ2受容体は、気管子や血管、子宮や膀胱壁において、平らなめ筋主管作用を発揮する。 このことから、ベータに作動薬は害して、気管資拡張薬として、気管自然則及び他の慢性閉塞性肺疾患の症状緩和に使われる。また、特にジトドリンについては、子宮死患薬として、切迫流産の治療に用いられる。なお、アドレナリンの N メチル元を N イソプロピル元に置換した人工カテコラミンである、イソプロテルノールは、 ベータ作動薬としての性格が強く、ベータ1、ベータ2に等しく作動し、また高濃度では、ベータ3受容体に作動する。関節型は交換神経の作用を増強するものであり、アンフェタミンやドロキシドッパがある。アンフェタミンは代表的な覚醒剤の一つであり、ノルアドレナリン及びドーパミンの放出促進及びその再取り込み、分解を阻害することで、 強い交換神経興奮作用と中枢興奮作用を示す。ドロキシドパは生体内代謝によってノルアドレナリンに変換されることから長時間型の昇圧剤として使用される。直接作動型と間接作動型の両方の基準によって作用するものでエフェドリンなどがある。ありがとうございます。